湯山。こんにちは、浪人風です。今回はですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、ゲーミングヘッドセットになります。取扱説明書、交換用のイヤーピース、変換用の 3.5 ミリ弱ケーブルで、このアイコンがあるようにマイクのアイコンとヘッドホンのアイコンがあります。脱着可能なヘッドセットマイク、イヤホン、あ、いやいや、イヤホンじゃない、ヘッドセットになります。ちょっと大きめのイヤホンっていう感じになっています。通常ヘッドセットって、あの、大きなヘッドホンのイメージのヘッドセットがありますけど、こちらはあのインナーイヤー式タイプのですね、ヘッドセット、スマートフォン用のですね、イヤホンっぽい感じがします。はい、4極になってます。 Android とか iOS のですね、ヘッドホンの感じになってます。こちらにマイクと、それからリモコンがついています。まあ、通常 あのワンボタン式のリモコン操作になります。左側のところにですね、もう一つこうジャックがあるんですね。ここに穴が、で、先ほどのですね、ここにマイクの方をこうポチッと刺すことによってですね、あのヘッドセットとしてですね、使うことができます。で、ここに耳の穴の外側に引っ掛ける、まあ、落下防止のパーツついてますので、耳から落ちにくい構造になっています。音質の方なんですけども、あんまり良くないです。会話をするとかゲーミングするっていうような部分はですね、問題ないのかなとは思うんですけど、音を楽しむとかですね、音楽を十二分に鑑賞するっていうような音質ではないです。やっぱりあくまでも会話中心の音質かなというふうに思います。このヘッドセットはですね、とても便利じゃないかなというふうに思いますので、やはり用途的にはですね、インターネットで会話をするとかですね、電話で会話をするような場合にですね、使うヘッドセットとして使えるんじゃないかなというふうに思います。こちらの、まあ、マイクは、まあ、普通のイヤホンでもついてるんですけども、脱着可能なですね、まあ、ワイヤータイプのマイクっていうんでしょうか、コンデンサーマイクなのかな、プラグインパワー対応じゃないと使えないので、今撮影しているこのカメラのようなものについてはですね、間に電源供給をする機器をですね、取り付けないとちょっと使えないです。はい、でちょっとですね、実際にこのカメラで録音ですね、テストしてみましたので、ご覧いただければと思います。どうぞ。今現在ですね、このヘッドセットの方ですね、マイク使ってですね、今カメラの方記録させていただいています。こちらのマイクですね、取り付けできるマイクの方、こちら使って、録音しています。若干声がですね、こもってるような感じもしないこともないんですけど、まあ、十分ゲーミングで使えるんじゃないかな、もしくはパソコンで、スカイプなどで使うことができるんじゃないかなというふうに思います。またナレーションとかですね、入れたりするのにも十分使えるんじゃないかなというふうに思います。とても、いいなと。本当にね、これね、夏本当にこの暑かった夏にこれ欲しかったです。本当にこのかぶるヘッドセットは暑くてたまらないです。こういうやつね、やっぱりこれ春頃にご紹介できたらよかったなというふうに思います。はい、そしてですね、今これマイクですね、外付けマイクといいますか、イヤホンに取り付けてるマイクなんですけど、ちょっとこれ外してですね、ここにあるマイク、このままの状態でちょっと切り替えしてみたいと思います。はい、今ですね、こちらですね、のマイクになっています。で、今外付けマイクの方を取り外ししました。若干このままの状態だとちょっと声がね、遠いかなっていう感じがします。やはりこのマイクがあると口元に近い分ですね、よく音を拾ってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、いかがでしたでしょうか。
はい、そんな感じで、まあ、ちょっとですね、あんまり音質はですね、今私がこの使ってるあのヘッドセットというヘッドセットじゃないマイクですねと比べると圧倒的にちょっと画質じゃない音質はあんまり良くないんですけども、まあ、マイクもイヤホンもですねちょっといまいちかなというのが正直なところですけども、まあ、あのお値段もお値段ですし、それからこういうタイプのヘッドセットですね、っていうのは、まあ、数が少ないので、まあ、夏場限定というんでしょうか、若干あの音質悪いけど、まあ、かな、暑いしっていうような感じで使っていただけるヘッドセット、ゲーミングヘッドセットじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。